取れてませんでしたって言うと。さあ始まりました時論公論。毎回それなの、うん、特にその後何があるわけ、うん、これどうも今日はどこどこを流していきたいと思いますみたいなトークがあるといいですね。いいんじゃないでしょうか。ここは蓮形交差点です。よくラジオで道路情報で蓮形交差点を先頭に何キロの渋滞そこまでなんないけど混み合ってますみたいな、混み合ってますみたいな。蓮形交差点の寺島で、ここから長岡駅まで流していきたいと思います。はい、テスト撮影です、うん、主に撮影の方はいいんだけど音声が、ね、撮影の方いいよね。うん、大丈夫だね。ちゃんと録音になってるし、うん、音声的な問題がね音声もそんなにいらないんじゃないかと思い始めるわけだ。うん、みんな何が見たいんだ、ね、何が見たくて何が聞きたいんだからもっと大きい声で喋ってください。もっと声を張ってください、はい、腹式呼吸で、はい、腹式の呼吸噛んじゃったうっすら噛んじゃった全集中自分声って高いんだけどね。まあね、うん、意識しないとちょっとだんだん声がちっちゃくなっていく。頑張ります、はい、ちっちゃい声できないんだよ多分こういう声質って。そうなんですか。なんか常に微妙に声張ってるんだよ。痛い。まあそうか、だから喉を痛めるんだな。あー、それはあると思いますね。喉の使い方が下手くそなんだな。あと喋ってる時に鼻から息が出てない。こういうことですか。まあそういうことですね。うん、喉に負担がかかってる。鼻声かい。いや知らないけどわからないけど、どうですかね。喉には負担かかってるんだと思う、ね、綺麗で可愛い声の人が羨ましいですね。あ、そうですか。いや、努力なのあれって、友情、勝利だからね勝利をつかむためにカンジャムでなんかやってたよね。ああいう声の人はそういう声になってしまってるみたいな。ああ言ってた、なんか喉が使い方を忘れてしまうみたいな、うん、癖がついちゃう、癖がついちゃってそうなっちゃうみたいなこと言ってた。じゃあこれ喋り方直したら音痴も治るんじゃない。まあそうかもしれない、うん、ボエー、ドジ声ってことでしょそうね、ドジ声裏声でずっと話してる状態だっけ。うん、そんなこと言ってたよね。歌っても地獄。地獄です。道の案内とかなんかいいんですか。ああ、でもみんな分かってるんじゃない。あ、でもほら、枯山ができたとか知らない人いるかもしれない。ああ、そうかもしれない。枯山、うん、でき、ついてないけど。うん。枯山行ってないな最近。最近行ってないね。キャッシュレスに対応してないから行かないよね。うん、そうね。あと今何時閉店か分かんないんだもん。ああ、もともと枯山とか分かんないけど。うん。勝手にも分かんない、ね、うん、あの辺のお店の揺れるんだよね、勝手に勝手に、うん、唐山勝也はキャッシュレスの対応がよく分かんないからちょっと行きにくい。結果松屋にいいことになっちゃう、うん、俺気づくと現金持ってないことあるからね1000円も持ってないでしょ。大丈夫、5000円ある。あ、そうか、うん、大人の会話じゃないほんと現金使わないわ。自販機さえですら、うん、電子マネー対応のやつ選んでやっちゃうからさ、うん、使わなくなるね。今現金いくら持ってるか全く分かんないもんね。ふとした拍子にヒュッヒュッってなるぐらいな金額だよね、うん、こっから大手大橋走っていきます。はい。
固定通りにまっすぐつながるのが大手大橋だね、うん、なんか昔覚えられなくなかった、なんか橋多くてよくわかんないよね。大手大橋と長岡大橋がわかんなくなるんだよね。長生橋と蔵王橋は大丈夫なの、形がわかりやすいから。え、そうなの、形認識してるの道とかじゃないの、うん、形かな。でも蔵王橋も綺麗になってからちょっとわかりづらくなっちゃったけど、なった、なっちゃった、大手大橋も昔は1本だったよね、一車線だったよね、増えたよね、うん、免許取ったばっかりぐらいの時に増えたんじゃなかったかな、うん、そうだよな、いつ2000年代だよね、確か、うん、もうだ、工事してる時走ってたもんね、自分で運転して二車線のつもりで軽く逆走したことがある。マジで怖っ。うっすら夜が明けてきてますね。いいことだ。何が言い訳の風景とかもいいのか、あ、でもすごい逆光になっちゃう。スモーから登ってくれたり、どの辺りから登るのかね、スモー辺りかな、嬉しいけど、焦って寝ることになっちゃって、信濃川の上を通過しております。風景見えるわけじゃないからね。そうね、ね、うん、橋の上の映像しかないから、右左右に振るわけにもいかないし、もう見えないし、なぜか車が壊れるとか、エンジンかかんなくなるとか、ああ、うん、エンジンかかんなくなる、鍵が開かないとかだっけ、エンジンかかんないだっけ、エンジンかかんないじゃなかったっけ、車さんが言ってたね、言ってたよね、うん、原因分からなくて、なんとなくかかるって、うん、56の駐車場で多いっていう、2階のトイレが閉鎖されたという、誠しやかな噂、あったっけ、2階のトイレ、ね、あったっけ、ね、覚えてないんだけど、夜の時給がやけに高いのかね、まあ、それももう十何年前の話ですよ、うん、今もそうなのかな、ね、祭りになるとここから封鎖されるよね、この辺で通行止めになるんだっけ、うん、で無料の観覧席で、うん、1回見たことがあるね、ここで、うん、割と今もそうなのかな、ねえ、変わってないのかな、あれ何年前、5年ぐらい前か、うん、早いね、ああもう行かんでもいいよ疲れるし、うん、ゆっくり見られないって、うん、あと暑い、ラジオ持ってった方がいいよね、長岡祭りはラジオ欲しいね、うん、ラジオ持って FM 長岡にチューニングすれば、うん、プログラムなくても全部、うん、読み上げてくれるからね、まあ、今年ないんですけど全部それになる、うん、最近東山ファミリーランドが激混みらしいですね、うん、ちょっと離れたところから花火が見られる、昔そうでもなかったのかな、ね、穴場的な感じだったけど、
ちょっと遠いからね、うん、あれじゃない、フェニックス以降なんじゃない。そうだよね、フェニックス取るには一番いいっていうもんね、うん、そうだな、高専の屋上から一回見たことある、うん、あ、反対側の高台ですね、なんだ東山ファミリーの、あれ違う、高専はそっちか、間違えた、議題と間違えた、高専、東山ファミリーランド側から、うん、まあちっちゃいけど、まあ、ちっちゃいよね、混んではないから、うん、長岡駅前です。本当はクランクになってたところが直ったとこだね、直ったというか直したというか、あれお城の名残で、うんうん、クランク城、そうそう、の駅のとこが長岡城だね、そうだったんだよね、うん、あの山の上じゃないんですよ悠久山の偽物なんですね、悠久山のとこに城あるけどあれ違うんですよ、あれだとずっと思ってたよね、俺もあれだと思ってた、うん、そういう勘違いさせるからああいう建物はやめた方がいいと思うそうだね、ここなんかみんなすごい通過率、通過というか止まらないよね、止まりたくない、忘れちゃうんですか、そうなのかな、正面に長岡駅が見えてきたな、さっき左折できますか、なんで埋まってんだ、行けなくなってる、工事してるのかな、ね、つもりレコード懐かしい、駅前でーす、駅前でーす、もうタクシーがいるぞ、そうなんで、この間何もいなかったっけ、何もいなかったね、ちょっと自粛解禁されてるのかな、ね、人が歩いてるぞ、インタビューすればいいんだよ逆になんでこの時間に歩いてるのか気になる、ここまで13分ぐらい、まあ時間的にはいい感じだね、うん、鳥の声が聞こえる、ね、ムクドリの大群またいるのかな、まあ、朝だからじゃない、え、違うな、前夜も泣いてたな、うん、ずっと泣いてた、いた時は全盛期は、うん、すごかったよね、うん、高校ぐらいの時に糞だらけだったもんね、うん、もう人もいなくなり鳥すらも来なくなるわけです悲しいな